ヤクルトが DNA を戦力外となった西浦直道内野手33をコーチとして招聘することが4日分かった。西浦が現役引退を決断した場合にはコーチ就任を正式に要請する見通しだ。チームは6月に2軍打撃コーチだった畠山和洋氏42が退団しコーチが不足していた。ヤクルト時代の西浦直道 高津監督とハイタッチ。西浦は放台から2013年ドラフト2位でヤクルトに入団。14年の DNA 戦、神宮では史上初となる新人開幕戦初打席、初級本塁打の快挙を成し遂げた。パンチ力のある打撃を武器に、21年には聖遊劇士として92試合に出場し、打率2割2分3厘、5本塁打、24打点を挙げ、 リーグ優勝に貢献。その後は長岡の台頭もあって出場機会が減少し、昨年7月に坂口とのトレードで移籍していた。今季まで通算592試合で打率2割3分6輪、38本塁打、190打点の成績を残している。